りしちゃいけないんだよ。へー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 、おっ、はい、アナサーチ、チェックの動きは忘れない。はい、あー、スーパー、ありがとうございます。ありがとうございます。当たってるからもっと下のところですくい上げればいいんだよ。分かった、ボールの軽い感じになっちゃうけど、ああいうボールになっちゃうの。ボールの下叩いたら絶対落ちるよ。あ、もうダメ、置きどこよくない。試合でちょっと待ってないじゃん。 OK、 こうで、あ、これボールの下蹴ってる今。ボールのここ、ここ蹴れば絶対浮くから、浮くよ。おーい、おーい、おーい、あー、そうです。じゃあ、残る。今の良かったわ。だから、ボールの下蹴ってんじゃん。確かに。でも、そこをこうコントロールするのは非常に難しい。多分、タイプ的に、風みたいな横からカーブかけてる感じじゃないから、トモが。もう完全に下からすくってカーブかけてるから。他の選手をしたらボールの下蹴ってで、力入れすぎない。何もやんなくても落ちる。あー、ナイス、ナイス、はい、もっと前、もうちょっと前。なぜこれやってるかっていうと、そこに置いてクロスできるようなあれなんです。はいよ、はい、そう、それでもうグーうん、それのちょっと、流れてみます。あー、ナイスボー。あー、クロスできない、できない、できない。はい、あー、ナイスクロス上がったね。ちょっと遠いけどね。はいよ、はい、あー、ナイス。舐めてるわ、今のは。いや、ちょっとレベル下げた方がいいかな。はい、あー、もう、はい、もう交代、交代、はい、はい。ほらね、これね、こういう基礎練バカにしちゃいけないんだよ。じゃあ、ここはしていきます。あ、行こう。オッケー、オッケー。はい。はい。オッケー。もう一回行こう。六回行こう。はいよ。はい、あっ、ナイスタッチ。はい。あ、いいね。ナイス。どうも。顔上げて。顔上げて。あ、後ろも見よ。はい、あ、後ろから。あっ。はい。あれ、見たっけ。あれ、ありがとうございます。はい、へー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 、オッ、アナサーチ、グー、はい、うま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 い、でも、ね、難しいんだよね。はいよ、ラスト、オーケー、ナイスサーチ、はい、はい、でっかい、でっかい、スボー、はい、ゴー、最後5本ずつ、はい、はいよ、はっ、オッケー、ナイス、斜めのところね、はいよ、斜めにへそ向けていいよ、はいよ、オッケー、グッド、こっちはいいですかね、はい、ほら、オッケー、ナイス、素晴らしい、じゃあ上手くなってんだよ、はい、アクサだ、オッケー、オッケー、オッケー、ナイス、ナイス、ナイス、はい、行こう、あと4本ずついこうか、はいよ、はっ、あー、ピッチャー止め、
下止めやん。ユースのボールは下止めやん。はっ、いやー、スーパー、そっちはうまいんだね。これ右足いけないの、内側。右足はいけ、いけ、いけ。オッケー、オッケー、うまい、うまい、うまい。ラスト2本ずつ、はい、こう。はい、よーい、うまくなってる、うまくなってる。はい、はよ、はっ。ラスト、ラスト、ラスト、はいよ、オッ、はい、オッケー、オッケー、いいね、いいね、いい練習、いい練習、はいよ、はっ、オッケー、ナイス。例えば、トモ、今サイドでもらうこと多いじゃん。例えば、ここでコントロールパンって入って俺と繋がってて、ダイレクトもいいんだよ。パンって叩いて、こっちにも送ってる。あー、そうですね、うん、結構、結構ダイレクト最高じゃん。これで鍛えたのは、うん、そうそうそう、それでパンってやってここでダイレクト潜っていくみたいな、うん、それでストップでいいから、潜っていくの大事なの、はい、よくないです。素晴らしい、素晴らしい。いろんなのやればいいと思うんだけど、これでつけてここでパンってこっちに来るじゃん。でここでパンでワンツーだと体ぶつけられるから、中入れて、ここから潜っていく。あ、動いてる。これでいっちゃってもいい。いい、全然いい、全然。はいよ。はい。はい。はい。おわ。入ってっちゃう。オッケー、でもいいじゃん、潜れるから。潜れる。はい。はい。オッケー。オッケー、ナイス。チップの動きは忘れないよ。はい。あー、スーパ ー, あー、いい。ボールもう一個前置け、今のもファーストタッチ、うん、いいね、いいね、ナイス、ナイス、ナイス。はい、オッケー、ナイス、はい、潜った、はい、ナイス、ナイス、それやだね、それやだね。それで、例えば今のでボール奪いに来てるけどコース切られたらワンタッチ入るわけ、うん、で、今までここコース切られたらこっち見せないとダメなんです。そうだ、そうだ、はい、オッケー、ナイス、ナイス、全然いいでしょ。ナイスでしょ、オッケー、終わり、フィニッシュ。大久保さんともほぼ毎日やってるんですか、はい。いや、大久保の場合は、まあ、彼からやろうっていうのがあるんで、彼と話しながら今自分に足りないものを彼がチョイスしてサポートしてる感じ、うん、選手それぞれに指導法とかって合わせて、あ、一応、まあ、マチェさんとかはプログラムっていうけど、やっぱ全体の練習の中以外で個人個人で必要なものをプログラムしていくってことはマチェさんも大事にしてるんで、うん、トモが疲れがなければ少しずつ、まあ、彼に必要なものをちょっとメニュー作ってあげてやってる感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。